ちは。プラウトゥーワンの相馬です。本日は物の浮きシーズンに関する実験を皆さんにご紹介します。使うものはコップ、炭酸水、あとブドウです。では早速皆様に質問です。コップの中に炭酸水、その後ブドウを一粒入れるとブドウはどのようになると思いますか？皆さん考えてみてください。では実際に実験してみましょう。この中に炭酸水を入れます。はい、ではこの中にブドウを1つ入れます。さあどのようになるでしょうか？聞いてください。一旦沈んで噛んで、また正解はブドウが浮かんだり